シルクエア185便墜落事故とは、1997年12月19日、インドネシアで発生した航空事故である。104人の乗員乗客全員が死亡した。同国の航空事故調査機関である、インドネシア国家運輸安全委員会は、原因不明としたが、機体製造元を管轄する、米国 NTSB は、株取引失敗など、 私生活に問題があった機長が故意に墜落させたとしている。フライトレコーダーが停止していたため原因は不明な点が多い。事故機と同型のボーイング737から3 185便にはシンガポール航空の子会社であるシルクエア所属のボーイング737から300型機が使用された。同機は1997年2月14日に 製造元のボーイング車から引き渡されたばかりの心臓機だった。飛行計画によれば185便はインドネシアのジャカルタからシンガポールに向かう近距離国際便で、同便には乗員乗客104人が搭乗していた。同便は現地時間の15時37分に離陸し、約1時間20分後に到着予定だった。機長は中国系シンガポール人で副操縦士は、 ニュージーランド人だった。185便は15時53分に巡航高度3万5000フィートに到達し飛行していたが、フライトレコーダーのうちコックピットボイスレコーダーの記録は16時5分で停止した。16時10分には航空管制の指示によりスマトラ島南部のパレンバン上空を飛行していた。この時パイロットは地上と交信している。 この直後の16時11分27秒で、すべてのフライトレコーダーの記録が停止した。レーダーの記録によれば16時12分18秒前後に、ほぼ垂直に急降下を開始し、16時13分ごろに、パレン湾ンの北北東約 55km の寸山、村付近の虫側に音速を超える速度で墜落した。管制塔のレーダーからも突然に気鋭が消えたため、 事態を把握できなかった管制官はこの時185便のすぐ近くを飛んでいたガルーダインドネシア航空238便を呼び出し185便と連絡を取るように要請したが185便からの応答は一切なかったその後虫川付近に住んでいた地元民たちが川からボーイング737型機の残骸を拾い上げ また目撃証言も得られたことから、185便の墜落が決定的となった。乗員乗客104人全員が犠牲になった。機体はあまりにも高高度から高速で墜落したために、機体と乗員乗客の大半が破片と化した。生存者は愚か、犠牲者の身元確認すら困難であり判明したのは6人のみだった。 フライトレコーダーは川底に8メートルめり込んでいた。NTSB は、米国、シンガポール、豪州の専門家グループによる事故調査を行い、事故機の約73%の残骸を回収した。墜落直前に、右主翼と方向弾の一部が事故機から脱落していたことなどが判明したが、前述のようにフライトレコーダーは不可解な急降下が、始まる直前に記録を停止しており、 直接的な原因を完全に把握できなかった。事故から3年後の2000年12月14日、NTSC は当局は事故の技術的な知見は得られているが、事故の原因についての証拠は存在しないとして、事実上原因不明と結論を下した最終報告書を発表した。これに対し、米国 NTSB は事故機のコックピットボイスレコーダーが、 意図的に止められた疑いがある点や、手動操縦を継続していたが急降下開始後に、回復させる操作を全く試みていない点などを挙げ、機長の意図的な行動の結果虫側の水面に激突したとした。米国 NTSB の機長自殺説によれば、副操縦士が所要で、操縦席を離れた隙に機長がレコーダーを停止した上で急降下させたとする。自殺の動機としては、 株取引の失敗による約100万ドルの損失や飛行手順無視を理由とする直球降格などが指摘されている。アメリカ連邦航空局は1998年1月8日付で1995年9月20日以降に製造されたボーイング737に対して水平安定版が正しく取り付けられていることを点検すること命じる対空性改善命令を発行した。 そのため、当初は尾翼のラダーの不具合が事故の引き金になったという疑いもあった。機長にとって12月19日は不吉な日だった。1979年、当時シンガポール空軍のパイロットだった機長は、他の3人のパイロットと共に A-4、スーパースカイホークによる訓練に飛び立つはずだった。しかし、この時に機長は時期の故障で行けず、他の3人は、 農務の視界不良の中、機体が山に激突して亡くなった。また、機長は、オンラインの株取引で100万ドルの借金があり、フライトの後に返済する予定だった。パイロットが意図的な操縦で墜落させた疑いがある事故。ありがとうございます。